76。イソラちゃん、いい知らせよ。待って、あと少しでラットプルダウンが終わる。197、198、199、200。なんて素敵な後輩。あんたまた過剰に筋トレしてムキムキマッスルはやめなさいって言ってるでしょ。あと何それ、農業新聞なんでそんなの読んでるのよ。稲刈りはもう終わったでしょ。いいえ、田んぼは稲刈りの終わった後の方が大事。来年に向けて土の状態に気を配らなくちゃ。だからいつでも天候と情報収集は欠かせないわ。もう田んぼとアイドルどっちが大事なのよ。それより要件は、そうだったわ。聞いて驚きなさい。ワンマンライブのチケット、なんと完売よ。完売、しかもその大半がイソラが即売会とかイベントで会ったファンの人たちなのよ。そう、よかった。もうだからもっと喜びなさいよね。私はファンのために全力で臨んだだけ。その結果ファンが喜んで元気になってくれたならそれだけでいいわ。ほんとブレないわね。だからね、私も考えたのよ。やっぱりここから先はもっと仕事を厳選していくべきだって。どうして？イソラ、あなたはこれまでいろんな仕事をやってきたけど、本当はアイドルの仕事一本に専念してほしいと思ってるの。マネージャー、あんたはどんな仕事にも全力で向き合いすぎるところがあるでしょ。その情熱も志も本当にすごいと思うわ。実際ライブのチケットにも貢献したわけだし、でもそのエネルギーをもっと上を目指すために使ってほしいの。あんたはもっと大きな舞台、世界にだってきっと立てる。そんな素質を持つアイドルだって私は信じてる。だからこそこれを機に仕事は選ぶようにしてほしいの。気遣い感謝するわ、マネージャー。でも私はそうは思わない。イソラ、アイドル格言一つ、アイドルとファンは距離が大切、遠すぎては届かない。大きな舞台に立つことは確かに大事、でも目に見えるファン一人一人の声に応えることも同じくらい大事だと思うわ。仕事の大小に関係はない。私はアイドルとしてファンの期待に応えるだけよ。この際だから言わせてもらうけど、全くあんたは二言目にはファンのためファンのためって、あんた自身の意思はないの？私の意思？あんた自身がどういうアイドルになりたいかってこと。何かビジョンとかないの？私のマネージャー、これを見て。イソラ、今大事な話をしてるの。農業新聞なんて読んでる場合じゃ。いいえ、読んでる場合よ。もしかしたらライブができなくなるかもしれない。